私は大学生の時学生トレーナーとしてスポーツの選手をサポートしていましたある年バスケットボール部に有望な1年生が入ってきて目覚ましい活躍をするのですが残念ながら怪我で練習さえできなくなってしまいました半年間のリハビリの末競技に復帰するのですがかつての輝きは戻ってきませんでした私はこの時の時 彼の悔し涙を今でも忘れることができません怪我をしてしまった選手が元のパフォーマンスを取り戻すまでには多くの時間と労力を必要としますですから怪我をしてから治すのではなく怪我をする前に予防することが大切なのです怪我をせず楽しくスポーツをするための方法って何でしょうかストレッチングでしょうか バランスの良い食事をとることでしょうかもちろんこれらのことは有効な手段の一つであることには間違いありませんしかしこれだけではけがを予防することはできませんこれから皆さんにけがを予防するための3つの方法をお伝えしたいと思います一つ目の方法は体をデータ化することです例えば 十数台のカメラを使ってスポーツの動作を撮影した研究では膝が26度内側に入ると膝を怪我しやすくすることが明らかになっています数値化をすることによって体の特徴を客観的に知ることができるのです二つ目の方法はデータを蓄積することです一回のデータを得ただけでは怪我を予防することはできません 日々のトレーニングや体調食事などのデータを蓄積することで怪我をするかもしれないパターンを知ることができるのです3つ目の方法は実装することですいかにハイテクノロジーでデータを得てパターンを知ったとしてもスポーツに組み入れなければ意味がありませんそしてそれを行うのは我々人間です データを使いこなしスポーツの現場に反映させる人間の力が必要なのです怪我を完全になくすことはできないかもしれませんしかし限りなくゼロにすることはできるはずです皆さん私たちと一緒に怪我を予防し最大限のパフォーマンスを引き出すことに挑戦してみませんか